はい、どうもおじさんです。お疲れ様です。ということで月曜日になりました。今日ステアリングウィール入荷すると思ってたんですけど、残念ながら入荷が遅れてます。なので今日は他のことします。はい、これね、これ買ってきました。でこれをどこに置くかを考えてみようと、そういうビデオです考えて置き場所がない。一応あのエアブロワーも買おうとしてるんですけど、在庫切れ欲しいのが、なのでまずこれを積もうとしてます。積んでみましょう、おじさんと一緒に。はい、全然いいアイデアがない。これホースがあってね、なかなかあれなんですよ。どうしようかな。それかこれ取れるんで、使わないときは取って保管、なんかこことか、おお、どうですか。でこれ止めるね。で乗っててくれてる。でこの棒はフラフラしてます。ボードが、同じ、これはこのままだと落ちるから、もう結構軽いんですよ。どうしましょうかね、考えてます。これいらないかな。これ取って、ここでもいいっすよね。今考えてます。でこうやって棒を、ダメだな。こうかな。ここら辺にどうにかしようかなとも思ったんですけど、結構狭いんですよ、これがあるから。だからおじさんのアイディアは、またもしかしたら使う頻度が結構あるようだと、何回も棒を入れてね、うじゃうじゃうのがめんどくさいってことになるから、多分やり方変えると思うんですけど、今はまだ分かんない、まだ分かってないです。だからなんとなくこうかなと思ってやろうとしてるんですけど、でこれをね、なんかどういう感じかな。多分振動で傷ついちゃうな、これだと。多分振動があるから、トラックの場合ちょっと再現してます、振動振動再現皆さんすごい風、 GoPro が飛んでくぐらいの風吹いてますスプリングフィールド。そのぐらい風強いです、カメラが飛んでいくくらい。それかここね、
ああ、ここいいかも。仕事開始したらここに線来るんですよ、黄色い線ね。でちょっと上がるんで、盛り上がるんで、でこうやってここに置く、置いて、でなんかこれ止める、それっけ、うん、ほら、まあ、ここなら飛んでいかない、ここだな、うん、で棒はまあ今とりあえずここに置いてるんですけど、ちょっとまあクラクラしてるんで、まあ、止めてもいいし、どうかな、うん、まあでも大丈夫でしょ、とりあえず。まあ、ちょっと考えます、これでどうするかに関しては、うん、やりながら考えてます。これが飛んでくことはないかな、まあ大丈夫か、ちょっとクラッとする、ここ止めれば完璧、止めますか、感じ、これ飛んでいかないでしょ、オッケー、でこれはまあまた後で考えるまた後で考える、このぐらいになるはずなんで、こことか、うちさんの上ここにスペースあるんで、パンプついてるんで、まあどうにかなるでしょう、これは OK、 これはまあ後で考えます、うん、これあれだな、あれがあればいいな、パイプが、うん、それでね、あれが届いたんですよ、 NY スティッカー、 NY ハットやりましょう、これね、またやろうとしてます、風が強いな、どうも、この間貼ったばっかりなんですけど、新しいの来たんすよ、見てみますか、比較、風がす、これ紫貼ります、まず剥がす、あのね、傷ついちゃうんすよ、これやると、この間貼ったばっかりだからまだ剥がれやすい、手で取れます、
かあれボイド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 ってで張ってます無言真剣にやってますおじさん。注意しなきゃなんない。風向きね、風が結構吹いてんで、あと1ね、1ね、はいどうも、できました。皆様、NY ハットの季節です。よろしくお願いしますそれでは失礼します。どうも。
ダメだ。はい、どうも皆さんおはようございます。おじさんです。4時あもう5時半か、今日は4時50分ぐらいに目覚めまして、4時半ぐらいかな、ちょっと事務作業してました。はい、ということで NY ハットの季節ですNY ハットNY ハットの季節です。あのビデオが無言で撮ってたんで、あれだけじゃビデオにできないなってことでこのビデオと組み合わせようとしております。 NY ハットの季節ね。はい、で貼りました。紫みたいです。2年ぐらい持つのかな、ちょっとわかんないです、まあ、ともかく貼りましたっていうね。はい、で、本当は昨日月曜日であのウィール、ステアリングウィール変えて今日から仕事できるかなと思ったんですけど、届いてなかったんですよ。なんかオーダーしたと思ったら在庫がなかったみたいな。今日届く可能性はありますって言われたんだけど、でもなんか届いてない気がする、まあ、ただちょっと今日昼になったら寄って聞いてこようかなと思ってます。どうですかみたいな、そんなことを考えております。あとね、一つ勉強になったんですよ。なんかこの間カリフォルニア行ったじゃないですか、何ヶ月か前に。タンカー、あれタンカー最後の仕事でしたっけ、ちょっとはっきり覚えてないんだけど、まあともかく行って、なんかねケイジョンパスって僕一生懸命言ってたんですけどなんかね、カホンパスっていうみたいです、名前、発音ね、カホン。なんか昨日ニュース見てたら、なんかあの辺りで銃撃事件が起きて、あの通行止めになってたらしいんですよ。でそれがニュースになってて、その中でニュース読み上げる人がカホンパスで銃撃があって、その通行止めになって渋滞してますみたいなニュースになってたんですよ。でそれでカホンカホンって言ってたんで、なんだみたいななんだそういうことがよくあります。知らない地名、知らない地名がたくさんあります。ローマ字読みね、おじさん得意の。結構合ってるかなと思ったんですけどね、カホン、そうきたかみたいな、そうきたなみたいなね。ラテン系多分、ちょっとよくわかんないですけどラテン系なんかあるんでしょう、そういう名の由来が。なんか意味があるのかな、ちょっとよくわかんないですけど、はい。それがおじさんの一つ勉強になったことね。一つ地名を覚えました。地名を覚えたっていうね。ちゃんとした地名ね。あとね、
そう、そのニュースの中で僕はやっぱ人間のその危険察知能力のなさを実感したのが、その花本パスが渋滞してるから、なんかちょっと横にダート路みたいのがあるらしいんですよ。ダートっていうか、まあちょっとその横道ね。だからなんか混んでるから、そのそちらの方に車が流れて、その横道、そっちも渋滞してますみたいなニュースだったんですよ。だけどヘリで撮ってたのね。してそのカホンパスが止められてる区間と混んでる区間がバーッと映ってて、上空映像で、その後にその横道の方にも車が流れて混んでますふーってこう映ってたんですよ。そしたら狭いトラクターが線路の上でスタックしてるんですよ。多分こうなってたんですが、結構高くてそこに無理に行っちゃってガキみたいな。でスタックしてドライバー降りてうわーってやってるんですよ。だけどそれが画像に映ってるのに、そのニュースを読み上げる人は何も危険を感じてない、あ、なんかそうなってますみたいな。っていうか僕その画像見た瞬間にこれやばいでしょみたいな。列車来たらねえ、よくあるじゃないですか、線路でスタックしたら列車が来て止まりきれないでガシャーみたいな。だからそういう見たらやばい、あ、やばいことなってますの一言あるかなと思ったけど、なんか なんだろうと思ってね、見てないのかな。だからそれを見ても危険を察知できないのかな、それともなんだろうと思ってね。だから、ね、本当人間ってその危険察知能力のなさ、まあ、ちょっと分かんないけど、でもなんかそう感じたんすよ。ほんとね、なんだろうと思いました。それ思ったこと言っときたくて、うん、僕だったらやばいんじゃないですかこれはみたいなね。線路の真上に止まってますけどトラックがみたいなだけど何も言ってなかった KTLA の人ね。まあ KTLA だからねみたいなそんな感じです。昨日の出来事ね。ご興味あったらチェックしてみてください。カホンパス覚えたんで一生懸命言ってます覚えたんで子供のように覚えたから使ってます。あ、そんなことね。ということでコーヒー入れます。朝のコーヒー、昨日よく寝ましたよ。それは昨日なんかね、もうすっごい疲れてて何もしてないのにね、まあ何もっていうか NY ハットの季節を完了させて、あとラブズにあり替えに行ったんですよ。ブラッシュ、トラックブラッシュね、これうん、でなんかつける台とか作ろうかなと思ったら気力がなくて、横っちょに置いてこれでいいかなみたいなあとなんだろうな、あと何したかな昨日。まあステーキ作って食べたんですよ、焼いてね。うん、ちょっと焼き方変えました。ニクロム線に近づけるようにしてね。なかなかうまく焼けないんすよ。ウェルなんかミディアムにしたいけどミディアムになんない。ミディアムにしちゃうと表面の焼けが薄いんすよ。だからあんま美味しくないっていうね。やっぱ炭パワーには負けますねニクロム線。うん、七輪にはふぅ、ということでよいしょ作るか。で、そう、まあ寝たって話ね。寝て今日今起きました。よいしょ。カホンパス。カホンパスで事件がありました。よろしくお願いします。すいません、じゃあちょっと話題が戻ってたら戻ってきますので、話題が出たらというか話題が蘇ったらちょっとコーヒー作ります。お待ちになっててください。恐れ入ります。さあ